派閥の裏金事件を受け自民党は安倍派と二階派の議員ら39人を処分する方針ですが安倍派のキックバックの復活をめぐり協議した4人の幹部のうち派閥の座長を務めた塩谷氏と参議院側をまとめていた世耕氏を8段階ある処分のうち2番目に重い離党勧告とする方向で調整に入りましたまた協議に参加していた西村氏と下村氏についても 離島韓国を含め重い処分とすする方針ですこのほか事務総長経験者の安倍派の高木氏、松野氏二階派の武田氏に加えいわゆる安倍派5人衆の1人萩生田氏についても厳しい処分が検討されています岸田総理は午後党幹部と詰めの協議をし自民党はあさって党紀委員会を開き処分を決定することにしています